というわけで、もやし料理2品目の紹介でございます。よいしょ、ちょっと油をしておいて、もう今日はね、そこ炒めていくところからの撮影ですね。キャベツのこれ芯のところですね、薄くスライスしてます。今の時期春キャベツ美味しいですからね。これは普通のキャベツ、普通のキャベツが春キャベツの葉っぱですね。甘い、これも春野菜で新玉。これ豚のバラ肉なんですけれど、先にさっと霜降り一回してあります。お湯通しておいた方がね、余計な油も抜けるので、さっぱり食べれます。塩、胡椒、砂糖、塩よりもちょっと多いです。でこれ中華の鶏ガラスープの素ですね。お酒をちょっと加えて、蓋をして一旦蒸らします。でちょっとある程度蒸らしたところでもやしも加えます。で炒める時によく皆さんもやしも使いはると思うんですけれど、普通にもやし炒めでやっちゃうとなんか味付け大体一辺倒になっちゃってて面白くないかなっていうので、ちょっとまあ違う味付けも紹介みたいな動画ですね。よいしょ、もやし入れるとね、もやしだいぶかさ増しになってくれますからね。じゃあちょっと具材を寄せていただいて、今火はちょっとね弱めの火に落としてます。まあ、加えたのがオイスターソース、お醤油も少々加えます。ちょっとね、この手前のところで野菜とかができた汁気とかとね溶き合わせてあげてください。ですると全体的に液でこうすぐ薄まってくれて伸ばしやすい状態になります。でこうなったら強い火に変えて煽って合わせていきます。味にします。食感もさながら最高ですね。というわけで完成です。もやしと豚と春野菜のオイスター炒めですね。まあ別に普通の炒めもいいやんけというので、もやし料理対決で出すんでこの料理でいいんかなという気はせんでもないんですけれど、よいしょ、まあ、もやしのらしさがちゃんと出てるかなっていう料理の方がいいかなと思ったんで、シンプルに料理を作ってみました。春キャベツにやっぱ緑がまたいい感じですね。というわけで食べていきたいと思います。いただきます。うんうん、うまっ。豚の甘み、春キャベツに新玉に甘い野菜が多いんです。そこにね、シャキシャキのもやしがめっちゃいいテクスチャーになってくれてます。最高ですね。なんかもう無限に食べれそうみたいな形の味に仕上がっております。まあ当然、オイスターソースとかはね、またいい仕事してくれてるからっていうのもあるんですけど、やっぱり、もやしって主役としてってあんまり使うことがなくて、やっぱりこういう形、他の料理とかと合わせた時に他も活かすみたいな使い方がやっぱり合ってるのかなっていう気はせんでもないですね。こうやってしまうと。でも本当にね、これもやしがあるのとないのやったらやっぱありのが絶対うまいと思います。これね、まんまラーメンとか乗っけていただいてもね、めちゃめちゃうまくなります。うん、うまっ。はい、というわけで、今回は、豚ともやしと春野菜のオイスターソース炒め。まあ、炒め物の一つですね。普通に塩コショウとか炒める以外にもこういうのもあるので、よかったらやってみてください。というわけで、もやし料理の2品目紹介でございました。また今後もいろいろ美味しい料理紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録に高評価よろしくお願いいたします。それではまた動画で。
バイバイ。